皆さんごきげんよう。とんがり講座を開催するよ。今回は人物やキャラクターに使える、とんがりを早送りなしでお見せします。刺して剥がして、刺して剥がしてを繰り返す。珍しく静かに撮影してたので、作業音ありでどうぞ。作業音が消えたら、何かあったんだなと思ってください。中も固く刺して。先端をしっかり刺すと綺麗に見えるよ。3本ニードルだと早く固まるし、全然折れない。固まってきたら、1本ニードルでさらに刺し固める。ブラシマットを使うときと使わないときの違いは、ブラシマットありだと突き抜けて毛が反対側から出ちゃうので、それを防ぐために手で持って突き抜けないくらいの深さで刺すよ。毛がに注意。ほやげを切って、ここからは作業音なし。ほやげを切った後、さらに刺していくよ。適当に刺しているわけではなくて、凸の部分を刺して、滑らかにしているよ。左手側の方は、とんがり同士をくっつけたり、頭に生やしやすいように刺し固めなくて OK。先端は結構硬い。左は半分の量のとんがり。続いて平べったいとんがり。
途中まではさっきのとんがりと同じ。多方面からではなく、裏と表の2面を刺して、薄くしていく。後の要領はさっきのとんがりと同じ。曲げて前髪にしたりするよ。最後はリボン状の作り方。ニンフィアのリボンや、ネズコの髪の毛に使ったやり方。均等になるように広げたら、薄いとんがりと同じように、裏と表の2面を刺して、薄くしていく。裏返すのを忘れると、剥がしづらくなるので注意。薄くまとまってきたら、一本ニードルで側面を形成していくよ。後ろ髪や前髪にも使えるよ。パッツン前髪に。作ったとんがりをソニックに生やしました。羊毛の量の調節でこのお耳も、このお耳も、
この髪の毛も。このバナナも。芯材を挟めばこのリボンも。この髪の毛も作れるよ。羊毛の基本動画もたまにはアップしていくので、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。また見てね。